するなんて言ってないだろう。嘘じゃないんだ。しかし頭が2つある鹿を見たんだ。あれは2頭の鹿が並んで立ってるだけだった。信じてくれよ、侍が生きてた。心から信じてるよ。どこから対馬を攻めるべきか猛虎は分かってたんだろうね。どうやって？対馬のことや侍のことをあらかじめ学んだって噂だよ。菰田の守りが薄いって知ってたのか。あんは、お侍様、お譲りいただけるものはございますか。これほどの品はありません。役に立ちますよ。これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。さあどうぞ。礼を言う。目的を達せられますよ。手に入りにくいものが揃ってますよ。お役に立てば幸いです。どうかご自愛ください。
堺様。神様がお守りくださいます。今音がした。ああ、そうかい。近くにいる。Thank you.
がしたようだ。また音が聞こえたら知らせろ。やめろ。今は湯を楽しもう。考えてもせんなきことばかりだ。